はようございます。みんなのパイセントルコライスパイセンネオンです。コメディーです。おはようございます。最近 TikTok とかで、YouTube とかでもまああるんですけど、小指ない理由なんですかとか、面かどこにあるか。うん。ってことで、小指じゃない、面玉から行く？どっちの方が、あれかな。目の方が、多いな。なんで、今回、振り切った友達に、なんで固めないか、ちょっと聞いてみます。うん。なんでなん？何年前から？いや、ほんまに潰してもうたのは去年の夏やな。去年の夏、うん、おうほう。まだ1年経ってないんだから。まだ1年も経ってないねんな。うん。慣れた？いや、たまに、遠近感とか分からんなるときあるけど。タバコ火つけるときとかもこの辺でやってるときあんもんな。ああ。全然距離ある。全然火ついてへんってときあんねん。そう。その遠近感とか分かってないから、だから最近俺火つけるやんか。うん。そう。が、なんか、俺もう基本的にターボライターばっかりやからさ。うん。もう、なんやろ。俺のライター使って、遠近力分からずに、やってもうたら、顔やけどすると思って、うん、だから俺も最近コメディのタバコには火をつけてあげてるようにしてる、うんうん、ありがとう。いやいやいや、でなんでそうなったの？お父ちゃんとに出所したてやって、うん、ほんでお父ちゃんに携帯の名義契約してもらうに、うん、一緒に行っとってなんか。うん、携帯ショップな。うん、そこでなんか、うん、なんかもう全然出所から全然寝てなく、まあつっても2、3日やねんけど、まあ無所ボケというかそのな、うん、懲役から出てきたらあんまり寝られへんもんな最初。うん、うん、それでなんか邪魔者扱いされてるって感じて、店員にとお父ちゃんに、ほう、お父ちゃん店員に、うん、どういう邪魔者扱い、逆にショップに来てもらうとお客さんやから邪魔者ではないはずやけど、うん、まあお父ちゃんとの関係性もなんかごめん、うん、微妙いとこあんのかな。でも仲いいんじゃない？ってねんけどな。仲いいやん、うん、仲いいやん、うん、さあお父さんのせいにはしたらあかんかもしれん、うん、けど邪魔者扱いされてるような気持ちになって、うん、なんか聞こえてきたの？いや、そういうわけではないけど。じゃないけど、うん、なんか知らんけど邪魔者扱いされてる気分になって、うん、でなんかついとったカバンについとった安全ピンで最初目グーやってみてんけど、めっちゃ痛かってんけど何もなってなくて、左目をここのカバン、うん、ポシェットみたいな、うんうん、これじゃん。これちょうどこれに安全ピンがついてて、うん、でその安全ピン全然安全じゃなかったな。うん、全然安全じゃなかった。でそっからそのショップでメグやってみてんけど、うん、潰れてなくて、うん、でもその携帯屋で救急車呼んでもらった方がいいかもしれんみたいな、うん、言うてもうて、うん、ほんでなめっちゃ恥ずかしなって、うん、何もなってへんやんけみたいな、変なこと言うなみたいな、うん、変なことすんなみたいな。その時点ではまだ左目は見えてたん？見えてた。どのぐらいまで安全ピン刺したん？いや多分まぶたにグリーンってなっただけなんかなみたいな。いつ聞いても痛い。ほんでその携帯、うん、契約できて、うん、ほんで晩家帰ってからなんで潰れてなかったのかなみたいな感じで針でまた自分の目ツンツンやってみねんけど、痛いねんけど眼球ってそれなりに硬いなみたいな。うん、知らんけど硬いんやろな。ほんまに卵の殻ぐらいはあるな、余裕でピンポン玉ぐらいあるかもしれん、下手したら。あ、ピンポン玉は分かりやすいかもしれん、うん、刺さりにくいな多分。うん、ほんで家帰って、うん、でなんか目ぐりもうあんな恥ずかしい思いしたし最悪やと思って、ほんで包丁で
ジムの目ん玉、うん、ほじくってもた。そうやな。ほんまでも体気ぃつけなあかんで。うん、ほんま大事にせなあかんね。だから俺最近あの懺悔してんもんな。やってもうたもん帰ってこん。うんうん、やってもうたもんは帰ってこん。ほんま体だ、うん、大事にして、うん、あのコメント欄でも結構あったけど、うん、うん、心配ですと。そやな、うんうん、俺も心配やから最近より一緒にいる、うん、ありがとう左目自分で包丁で行ってから、うん、今までで一番不自由したことって。あー、いやそんな言うほど不自由じゃ、もう見える方が見えてるから。あー、別にこれっていう不便は今んとこまだ味わってないな、うん、遠近感がちょっとつかめへんから。タバコを火つけるとき、そうやんな、左目目つぶりながらタバコ火つけ、一回火つけてみたけどちょっと遠かったもん、うん、ライターと火までが、うんうんうん、逆にポジティブに考えたらどう。いやでもほんまやってもうたら、まあ、取り返しの使えんもんは取り返し使えんっていうか、うん、もうそれはずっと並んでるな。あ、もう帰って当たり前ちゃうんやでっていうの。当たり前ちゃうんやでっていうのは、うんうん、コメディと一緒にこういるようになって、コメディの左目がなくなった時に、うん、こう俺もな、左目つぶって生活するのがたまにあるね、うん、何やろな、どれぐらいが四角なんやろみたいな、うんうんうん、意外と広いでな。せや、意外と広いな、うん、こっちからこっちは無理やけど、うん、皆さん左目ちょっと閉じてみて、あのあれしてみてください。意外と広い。こんぐらい見えてるもんな全然見えてん、何それ。うん、こんぐらいな。こっから先はあんまに四角やな。だから電話来たんでこの辺で終わりたいと思います。ということで配信終了。あ、配信こっからこう、まあまあやな、うん、まあまあちっちゃいな。でも次もなんかもう変なことだけはせんといてくださいね。うん、他なんか説明不足ある？いや他もう今も100全部出したな。全部出したな。うん、うん、以外ないもんな。うん、振り切った友達に質問です。なんか固めなくなってから人生変わりましたか？当たり前やけど。いや、やっぱ当たり前ちゃうんやでっていうのは、まあ忘れがちゃい、忘れ、今でも忘れてもらう時あるけどな。まあでも両目で見てた世界ってもう今思い出せへんもんな。あー、寂しいな。ちょっとこれどないかくしたい。うん、コメディを助けたいっていう動画でした。ありがとうございました。すいません。